京介ちゃん、痩せ我慢？いや、苦いの我慢して、俺はかっこいいぜ、みたいな。すごいね。もぎさん、やっぱり将来はケーキ屋さんとかになるんですか？うん、そのつもり。少なくとも選択肢の一つではあるかな。他の選択肢はあんこ職人とか？何それ。だってカズハちゃんあんこ好きだし。それ言ったら私山菜とかも好きだよ。おばさんみたいだけど。いろいろあって悩むね。悩まない悩まない。ひどい怪我だったの？私にはそんな感じがしたんですけど。本当に明日なんですか？うん。お医者さんもびっくり団の一員になっていたよ。よかったね、マジで。そのくらいで済んで。本当によかったですよね。ごちそうさまです。うん、じゃあまた明日ね。それじゃあ私はここでバイバイです。バイバイ。送ろうか？お医者さんもちょっと気味悪そうにしていたし。どっちにしてもまともな人じゃないと思うけどね。ここは日本だし。けどやっぱり持つべきものは友達だね。本当にそう思った。こんな時間がいつまでもいつまでも続いてくれればいいのにね。君にはもう一個お礼の品があるんですけど。なんででしょう。ちょっとこっち来て。やってやって、もっと
れないから。だよ、それじゃあ。それがもう一個のお礼なの。もう誰もいないみたい。うちの前普段通りに戻っていたから。兄ちゃん、ねえ、まだ？もうちょっと待ってよ。地図的には間違ってないはずだからさ。暑い、疲れた。でも山の中に入ったら少し空気がひんやりしたよね。坂が。もしかして遭難しないよね。たとえ道を間違えているとしても、そこまで深い山じゃないから。じゃあ山ンバとか。いきなり漫画みたいになった。地はやっぱり下流だからね。うん、だから綺麗なんだと思う。じゃあ泳ごう泳ごう。ああ、京介、覗いちゃダメだよ。バレないようにね。それじゃあ、僕らも着替えよ。
男子よりはやっぱり時間がかかるんだろうね。すごいね。来た甲斐があったかな。泳ぐ前なのにもうお腹が空いてるよ。お待たせ。えらいえらい、おとなしく待ってたね。解消なし。やめなさいってそういうこと言うのは。まずは準備運動だね。マジで？一応やっておいた方がいいよ。水多分冷たいだろうし。しゃあないか。プールと違っていろいろ危ないことがあるかもしれないから、みんな気をつけてね。大丈夫だよ。だってもう学校のプールでも泳いだことあるし。準備体操してよかったね。グリックしようよ。それじゃ、いっせーの、せ。いやー、京介くんおもろいね。
美味しい反応というか。一体どうしたの？どんな？へえ。ねえひろっち、もう一回やってみてよ。いいよ。じゃあこっち来て。してあげた方がいいんじゃないかな。というわけでね。だって一人じゃ怖いんだもん。するよね、よく。石がね、違う形しているなと思って。外とは。なんか面白くない？もらうよ。